続いて登場するチームはチョムコロリンの2人です。やがて伝説になる我らのパフォーマンスをついに人々に披露する時が来たようですね。ああ、俺たちは観客の期待を超える。血の滲む練習の成果を見せてやるんだ。我が名はメグミン。シンクの衣を身にまとい、今宵の舞台を伝説とする者。俺は佐藤一馬。聞いてくれ、俺たちの魂の歌。いけずな果実。カズマ、いつまでこたつで寝ているつもりですか？こんな天気のいい日にクエストへ行かないなんてもったいないですよ。そうだぞカズマ、ジャイアントトードの討伐なんてどうだ？きっと草原の風が気持ちいいぞ。俺は行かないぞ。最近は貯金も溜まってきて、クエストに行かなくても十分暮らしていけるんだ。そんなこと言わずに行きましょうよ。いい加減モンスター相手に爆裂魔法を打ちたいのです。同感だ。私もそろそろ一撃が重くて屈強なモンスターを相手にしたい。こいつらめんどくさい。ごめんください。カズマはいるかな？ああ、リア、どうした？実は、プロデューサーのカズマに相談があってね。アクセル歌合戦に出てみないかと誘われたんだけど、参加しても構わないかな？アクセル歌合戦？アクセルの住人が毎年楽しみにしている、街の風物詩のような行事だ。ダスティネス家も協力している。今年も、ついに日取りが決まったのですね。そんな一大行事なのか？何も知らずにダミンを貪るしか脳のない最弱冒険者よ。お邪魔するぞ。バニエル、どうやって入ってきたんだよ。わざわざアクアの結界破ってきて、体ボロボロじゃないか。細かいことは気にするでないぞ。今日はアクセル歌合戦の実行委員としてここに来たのだ。バニルが実行委員？うさんくさいな。まずは話を聞くがいい小僧よ。アクセル歌合戦は貴様も世話になっている小劇場の設立記念行事が始まりでな、アクセルハーツのプロデューサーを名乗る何時も全く無関係というわけではないのだ。なるほど。それで具体的にはどんなイベントなんだ？イベントの名の通り、参加チームは赤組と白組に分かれて歌を披露し、観客投票で優勝を決める。日本でいう紅白歌合戦みたいなものか。しかも優勝した組には賞金が出るほか、特に活躍したチームには最優秀歌唱賞として別途賞金が授与される。そのイベントを盛り上げるため、今回はリアに歌合戦への出場に加えて司会も依頼したいと思ってな。何時に筋を通しに来たのだ？それはわざわざどうも。支配人には世話になってるし、リアの判断に任せるよ。それにしてもバニル、お前がこんな面倒なこと引き受けるなんて、何か魂胆があるんじゃないのか？しっけえな！こう見えてご近所でも有名なバニルさんなのだぞ。小劇場の支配人の奥様とは日頃立ち話をする中でな、参加者確保の手伝いを頼まれただけのこと。なんか怪しいけど、まあ俺は無関係だしな。どうする、リア？アクセルハーツは参加で進めてほしい。司会も引き受けるよ。では進めるとしよう。当日はまだ先なんだけどな。もう緊張してきたよ。そんなこと言うなんて珍しいな。でも心配するなよ。リアはあの踊り子コンテストも乗り越えただろ。そうだよね。ありがとうカズマ。あの時の自分に恥じないよう全力を尽くすよ。カズマ、カズマ。お、どうしためぐみ？実は
折り入ってお願いしたいことがあるのですが。折り入らなくてもいい。何回お願いされてもクエストにはいかないからな。違いますよ、クエストではありません。じゃあなんだよ、今日の爆裂散歩に付き合ってほしいのか。間違いではありませんが、今は違います。私と一緒にアクセル歌合戦に参加してほしいのです。ああ、なんだそんなことか。それならお安いご用。私とアクセル歌合戦に参加してほしいのです。アクセルの町に来てから一度は出たいと思っていたのですよ。ですから断る。人前で歌うなんて絶対にごめんだ。そんなこと言わないでお願いしますよ。誰かと出たいって言うならアクアやダクネスと出ればいいだろう。冷たいこと言わないでください。私はカズマと一緒に出たいのです。カズマ、メグミンがこんなに頼んでいるんだ。仲間として一緒に出てあげてもいいんじゃないか。断る。俺には何のメリットもないからな。ふん、わかりました。ではこうしましょう。カズマが一緒に参加してくれたら何でも一つご褒美をあげます。何でも一つ。これならカズマにもメリットがありますよね。いやいやいや、騙されないぞ。何でもなんて嘘に決まってる。信じてください。本当に何でもですよ。おい、めぐみ、大丈夫なのか。この男のことだ。容赦ないご褒美を要求してくるに違いない。今のうちにやめて。任せろカズマ。俺に任せろ。本当にいいのですか。ただし約束はきっちり守ってもらうからな。もちろんですよ。カズマと一緒に歌合戦に出れるなんて燃えてきました。さすがカズマ、そうこなくっちゃ。後でなしっていうのはダメだからな。な、そんなに念押ししなくても大丈夫ですよ。歌合戦当日が本当に楽しみです。これはこれは実に面白い展開になってきたようだ。どれどれ。覚悟しとけよ、めぐみ。男の夢を叶える、すんごいご褒美を要求してやるからな。でも少し引っかかるな。どうしてそうまでして俺と一緒に参加したいんだ。一緒に参加できると分かったら嬉しそうにしてたけど。くっさーい、悪魔くっさーい。アクア、おかり。ただまじゃないわよ。結界に反応があったから急いで帰ってきてみれば、屋敷中に悪魔臭が充満してるじゃない。これは失敬。どこぞのアークプリストが作った結界があまりにお粗末だったのでな。ふん、それにしては体がボロボロみたいですけど、修復不可能なダメージを負っちゃったのかしら。ぷーくずくず。バニルもアクアも落ち着いて。汚らわしい結界が我が輩の体に触れたせいか、修復するのも億劫でな。いっそ風化させようかと思っていたところなのだ。この仮面悪魔、私の結界を汚らわしいですって。今日という今日は確実に息の根止めてやるから観念しなさい。やれるものならやってみろと言いたいところだが、今の我が輩は歌合戦の実行委員、宝刀女神の相手をしている暇はないのでな。ここで失礼しよう。小僧もせいぜい励むがいいぞ。悪魔しばくべし。というわけでアクセルハーツはアクセル歌合戦に参加することになった。そんでいろいろあって俺とめぐみもチームで参加することになったから、よろしくな。私たちが参加することになるのは覚悟してたけど、カズマとめぐみも参加するのね。赤組と白組でライバルになるかもしれませんが、お二人がいてくれるのは心強いです。ここまで来たらもう後には引けない。5人で支え合って本番を乗り越えよう。
リンとカズマは何を歌うの？考えてませんでしたが、私が作るのもいいですね。歌詞にかっこいい言葉を散りばめるのです。却下。舞台で黒歴史を作るのだけはごめんだ。何を？リア、すまないけど俺たちの曲作りを頼んでもいいかな？もちろん、カズマの頼みなら喜んで引き受けるよ。じゃあ私はカズマとメグミンの歌の先生をしてあげるわ。僕もぜひ協力させてください。いいのですか？いつもお世話になってるもの、これくらい当然よ。ただし僕とエリカちゃんの練習は結構厳しいですから覚悟してくださいね。はい。カズマ、私たちは本当に素敵な仲間を持ちましたね。ああ、そうだな。しまった。こいつらの練習は本当に厳しいんだった。めぐみんのご褒美は欲しいが、辛すぎるのはちょっと。うまいこと交わしてくか。カズマさん、めぐみんさん、起きてください。誰でしょう、朝から屋敷の前で叫んでいるのは。二人ともすぐに着替えてください。今から廃城跡まで往復走り込みしますよ。シエロ、走り込みってお前の体を鍛える趣味に付き合う約束をした覚えはないぞ。歌の練習に協力してほしいって言っていたじゃないですか。いい歌はいい体からです。そういうことでしたか。準備はできたのでいつでも行けますよ。はやー、うん、でも俺はパスな。今日は朝から歌合戦の衣装を作ろうと思ってたんだよ。いつもの服じゃ味気ないだろ。衣装ならアクアにもうお願いしてありますよ。じゃあ今日はめぐみんが朝ごはんの当番だったろ。俺が代わりにやっておくよ。いえ、こうなる気がしていたので今日から歌合戦まではダクネスに代わってもらっています。わかったよ。走り込みすればいいんだろ。はいはい、エリカちゃんのボイスレッスン始めるわよ。まずは腹筋100回から。パスだパス。もう朝の走り込みでヘトヘトなんだぞ。無理に決まってるだろう。カズマ、私は信じていますよ。カズマは練習をサボったりなんかしないって。でもどうしても逃げるというならご褒美をどうするか考えものですね。クソったりゃー。エリカレッションスタート。想像以上に辛い。なんで歌の練習のために毎日走り込みに腹筋にスクワットまでやらされなきゃならないんだ。二人ともちょっといいか。曲のデモが完成したんだ。休憩がてら一度聞いてみてくれないか。俺休憩していいの？エリカとシエロの練習に相当参っているようだな。カズマが運動不足なのですよ。冒険者なのに情けないですね。めぐみんだって顔真っ赤にしてヒーヒー言ってたじゃないか。似たようなもんだろう。ぜいぜい言いながらしばかれているカズマと一緒にしないでください。私は大きな目標のためなら手段は選ばないクールな女ですからね。それよりリア、早く聞かせてください。ああ、これなんだが、どうだろうか。おお、すごくいい。あ、でもそうだな、もう少し男女のユニットっぽい雰囲気に変えられたりするか。わかった、やってみるよ。私は歌詞をもっとかっこよくしたいです。コウマ族の琴線に触れるような、聞く者を深淵へと誘うような、そんな歌詞に。リア、歌詞はそのままで進めてくれ。二人とも息ぴったりね。
本番は明日。なんとか間に合いましたね。カズマさん、メガミンさん、本当にお疲れ様でした。ここ数日で自分でも驚くほどの成長を感じました。練習を積み重ねた甲斐がありましたね。予想以上にきつい練習だったけどな。そして結果も予想以上だ。シエロ、エリカ、練習付き合ってくれてありがとな。リアもいい曲をありがとう。こちらこそ、気に入ってもらえてよかった。カズマ、めぐみ、歌合戦の衣装を持ってきたぞ。遅くなってごめんね。リアの曲からヒントをもらって、私なりに表現してみたの。すごく凝った装飾だな。ほんと、お前の天職はそっちなんじゃないかとつくづく思うよ。カズマ、早速着てみましょう。おお、よく似合ってるじゃないか。サイズは測ったようにぴったりだが、少し派手じゃないか。少しというかすごく。何を言うんだカズマ。ケバケバしい黄金に輝く服を着て、金に物を言わせていやらしい目で見てくるとか、最高ではないか。それ褒めてないよね。大丈夫だよカズマ。舞台に上がるならそれくらい華やかな方が絶対に映える。そうそう、私はそういうところまでしっかり計算してるんだから。まあ二人がそう言うなら大丈夫か。めぐみんは着替えたか。はい、どうでしょうか。あら、カズマさんたら顔が赤くなってるけど、どうしたの。どうもしねえし。まあ悪くないんじゃないか、めぐみ。それならよかったです。ちゃんと褒めてほしいところでしたが、カズマにそれは望みすぎですね。では最後に、衣装を着たまま練習しませんか。衣装を着ていてもちゃんと動けるか確認しておきたいのです。私たちは構わないわよ。よし、最後だしやるか。不安は解消しといた方がいいしな。じゃあせっかくだし、二人の練習見学していくわ。少しどころかみっちり練習だったな。歌いすぎて喉が痛い。本番とめぐみんのご褒美に備えて、今日は早く寝るとするか。ご褒美何にしよう。カズマ、起きていますか。うわ、めぐみん。めぐみん。よかった、起きていましたか。ちょっと失礼しますね。要件があるなら手短に頼むぞ。さっきの練習で予想外にクタクタになっちまったからな。エーリカとシエロも最後の練習だからと気合を入れてくれていましたものね。カズマ？お、どうした？その、今回は一緒に参加してくれてありがとうございます。辛い練習も毎日付き合ってくれてありがとうございます。無理に誘ってしまって悪かったと思っています。いいよ別に。なんだかんだで練習も楽しかったし、それに本番を終えればめぐみんのご褒美が待ってるからな。カズマらしいですね。お、今日はやけに素直だな。わざわざお礼を言いに来てくれたのか。ありがたいけどお前も疲れてるだろうし、早く寝た方が。いえ、今日は練習を頑張ってくれたカズマに一足先にご褒美をあげに来たんです。え？突然どうしたんだよめぐみん。さっき言ったじゃありませんか、ご褒美をあげに来たんですよ。これは。
このまま押し倒したりしてもいいものなのか？いやいや落ち着け。ここで判断を誤ればご褒美をもらうどころか。パーティーメンバーに手を出した冒険者の烙印を押され、アクセルでの俺の人権はなくなってしまうに違いない。どうする？佐藤カズマ！カズマ、何か反応してくださいよ。恥ずかしくなるじゃないですか。ごめん。でも、本当にいいんだな。後でやっぱり違うとか言うなよ。いいですよ。ご褒美ですから。それじゃあ。カズマさん！起きてる？私のシュワシュワが数本なくなってる件について事情聴取をしに行ってもいいかしら？やっぱりいつもの展開ですよね。今日はこの辺にしておきますか。アクセル歌合戦の最後まで頑張ってくれたらこのご褒美の続きをしましょう。それではおやすみなさい。お一緒に歌合戦に出たかったり、積極的にご褒美をくれようとしたり、うすうす変だなと思っていたけど、まさか、めぐみは俺のことが！高まる会場の熱気、想像以上の大舞台！なぜか参加者に屈強な奴らが多いのが気になるが、この会場を期待を超えるパフォーマンスで沸かせてみせる。その息ですよカズマ、共に伝説を作ろうではありませんか。それではこれよりアクセル歌合戦を始めます。本日司会を務めますアクセルハーツのリアです。皆様よろしくお願いします。いやあ、今日はリアで、ほっと控えて月に来たよ。司会だけじゃなく、出場もするんだよね。アクセルハーツの出番が楽しみすぎる。アクセルハーツへの声援がすごいですね。さすが、踊り子コンテストの覇者です。優勝した組には、参加者一人につき1万エリス、さらに参加者全員から最優秀歌唱賞を決定します。最優秀歌唱賞の賞金はなんと100万エリス。赤組と白組、勝利の女神が微笑むのはどちらになるのか。そして最優秀歌唱賞を手にするのは、皆様最後までお楽しみください。最優秀歌唱賞を取ればめぐみんのご褒美の続きもエリスも手に入るのか。これはますます燃える展開！それではまず勝負の行方を左右するとも言われる紅白の組分けを発表します。チョムコロリン赤組。よかったです、アクセルハーツと同じ赤組ですね。シレッと流したが、まさかチョムコロリンって俺たち？そうですよ、歴史に残すにふさわしい名前でしょう。どこがだよと突っ込みたいところだが、今日は甘んじて受け入れよう。俺にはご褒美があるからな。なんだよ、カズマたちは赤組か？俺たちとはライバルだな。ダスト？お前も参加者だったのか？私は止めたんだけど、一攫千金するぞって聞かなくてね。心配だから私も一緒に出ることにしたの。勝つのは俺たち白組、そして最優秀歌唱賞もいただくぜ。できるかな。俺とめぐみは最高のパフォーマンスで立ちはだかるから覚悟しといてくれよ。そして最後の組分けは女神ララティーナ赤組。赤組のトップバッターのチームとなります。女神ララティーナで、まさかアクアとダクです。昨日カズマさんたちの練習見てたら参加したくなっちゃってね、ダクネスと急遽参加することにしたの。
おい、どういうことだアクア、参加するなんて聞いてないぞ。大丈夫よ、ラクネスは舞台の上で私の言う通りに動いてくれればいいから。そんな言う通りにだなんて、私に何をさせる気だ。ララティーナ、踊り子コンテスト予選の時からファンだ。アクアさんたちがトップバッターなんて盛り上がるに決まってるわ。どうもどうも、声援よろしくね。ララティーナって呼ぶな。でもお前ら何歌うんだ、何にも練習してないんだろ。何言ってるのカズマ、女神ララティーナは芸一本でみんなを沸かせるわ。手始めにダクネスの両手から花鳥風月。歌わんのかい。続いて登場するチームはチョムコロリンの2人です。やがて伝説になる我らのパフォーマンスをついに人々に披露する時が来たようですね。ああ、俺たちは観客の期待を超える、血の滲む練習の成果を見せてやるんだ。我が名はメグミン、シンクの衣を身にまとい今宵の舞台を伝説とする者。俺は佐藤一馬、聞いてくれ、俺たちの魂の歌。赤組、白組、どちらの参加者も素晴らしいパフォーマンスで会場を沸かしていただきありがとうございました。それではいよいよ結果発表のお時間です。今年のアクセル歌合戦、結果は赤組、白組、同票よって歌合戦は引き分けとなります。引き分けってそんなことあるのか。よくありますよ、むしろそこが醍醐味ですから。ん、醍醐味。そしてお待ちかね、栄えある最優秀歌唱賞に輝いたのはアクセルハーツです。3人の圧巻のパフォーマンス、
今日も最高だったよ。これからもずっとずっとついていきます。僕たちがアクセル歌合戦でもエリカちゃんの可愛さが証明されたってことね。司会者なのに自分のユニット名を呼ぶのは少し恥ずかしい気もしますが、投票してくださった皆様、私たちの舞台を見てくださった皆様、本当にありがとうございました。そりゃリアたちにはかなわないよな。プロデューサーとしては誇らしいけど、でもいいんだ、俺にはめぐみんがいる。なあめぐみん、歌合戦は終わったけどご褒美はいつくれるんだ。俺は今夜にでも。カズマ、気を緩めてはいけませんよ。これからが本番ですから。ん？本番？カズマたちがいてよかったわ。最優秀歌唱賞を取った以上、三人で乗り越えるのは至難の業だものね。俺はアクセル紅白対抗戦に出たくて毎年参加してんだ。腕が鳴るぜ。俺なんかこのために新しい武器を新調したんだぜ。お前より気合入ってるっての。ん？アクセル紅白対抗戦？ん？このスパ？自分の身に何が起こっているのか分からず不安に駆られている金ピカ最弱冒険者よ。バニエル、今から何が始まるんだよ。実行委員の親切なバニルさんが教えて差し上げよう。ここから歌合戦の第二の舞台が始まるのだ。第二の舞台？なんだよそれ。今から10年以上前、偶然歌合戦が引き分けになったことがあってな、決着がつかないと賞金を分けられないということで、闘技場のモンスターの討伐数で決着をつけた年があったのだ。これが思いのほか盛り上がったらしくてな。それ以来歌合戦は必ず引き分けとし、闘技場のモンスター討伐数で決着をつけることが慣例になったのだ。じゃあ歌合戦はその余興だってのか。俺あんなに頑張って練習したのに。そういうな、何時はコウマの娘とのあれが一番の目的であろう。あれとか変な言い方はやめてくれ。てかもっと早く説明してくれよ。すまない、めぐみんと出場を決めていたから、てっきり全部聞いているものだと思ってて。泣き言は後で聞きます。とりあえず闘技場でモンスターを討伐しましょう。かなり強いので怪我には注意してください。参加者がやたら屈強なやつばかりだったのはそのせいか。あと最優秀歌唱賞を取ったら討伐中に他の参加者から腹いせに攻撃されることがあるの。だから可愛いエリカちゃんを守ってね。最優秀歌唱賞を取ったのにリンチに会うとか、どんな歌合戦だ。とんでもないイベントじゃねえか。待てよ。あ、じゃあめぐみんが俺と一緒に出たがってたのは。爆裂魔法を打った後おぶってもらうために決まっているではありませんか。こんな大観衆の前でモンスター相手に爆裂魔法を打てる機会めったにありませんからね。気合が入ります。そんなオチかよ。まさかの展開に頭を抱える汝の悪感情。美味である。せいぜい最後まで頑張るがいい。もう何なんだよ。でも無事に生き残ればめぐみんからのご褒美の続きがあることは変わりないか。ねえ、こんな戦いがあるなんて知らなかったんですけど。私はただ芸を披露したかっただけなんですけど。アクア、もうここまで来たら戦うしかない。私が壁になるから腹を決めて。いやよ、芸を披露しに来ただけなのにどうして痛い思いをしなくちゃならないの。ちょっとそこの亀悪魔、女神である私をこんなひどい目に遭わせて実行委員失格よ。慰謝料を請求するわ。ふん、汝が勝手に出しゃばってきただけであろう。しかも急に芸を披露するなどと言って装飾を水浸しにしよって。賠償金を支払うのは汝の方だ、この器物損壊プリストめ。
なんですって？おい、アクアもバニルもやめろ。そうだ、今は揉めてる場合じゃない。一部で揉め事が起きているようですので、ここからは私が司会進行させていただきます。それでは皆さん、試合開始です。カズマ、女神としてここまで言われて黙っていられないわ。私はこの詐欺悪魔との決着をつけないと気が済まないの。詐欺とはしっけえな。だが奇遇だな。気が済まないのは我が輩も同じ。ちょうどいい舞台だ。今日は心ゆくまで相まみえようではないか。もう本当にお前らはどうしてそうなんだ。モンスター討伐でただでさえ忙しいのに、お前らなんで邪魔してくるんだよ。赤組のアクセルハーツにおとなしくしてもらえば、白組が優勝に近づくからな。あとは腹いせだ。よくも最優秀歌唱賞を取ったわね。こっちはご近所に騒音の被害届け出されながら頑張って練習してきたのよ。結果なんだから仕方ないでしょ。そこの人なんか同じ赤組なんだから、協力して優勝を目指しましょうよ。うるせえ。最優秀歌唱賞を取って歌手デビューするはずだった俺の夢を返せ。僕に近寄らないで。シエロ、ここはこらえて。非常にまずい状況だ。考えろ俺、どうやってここを切り抜ける。今だ。あいつへありったけの食べ物を投げろ。おりゃあ、あれはファンのみんな。アクセルハーツを傷つけるやつは誰であっても許さない。アクセルハーツは俺たちファンが守る。おは、服にケチャップが。おい、てめえら、観客席から攻撃なんてずるいぞ。はあ、シワシワで服がビチャビチャに。ここはひとまず退散よ。僕たちのためにありがとうございます。本当にありがとうございます。俺たちはいつもアクセルハーツから笑顔をもらってるんだから、これくらい当然だよ。ああ、私たちは本当に幸せ者だ。アクセルハーツ、ファイト。アクシズ教徒に似た狂気を一瞬感じたが、助かった。この行事もう何でもありだな。対戦状況をお伝えします。現在白組がかなり優勢です。赤組の皆さん頑張ってください。もう私たちが取り囲まれてる間に、もう対抗戦は諦めるしかないのかな。諦めるのはまだ早いですよ。この私がいる限り、勝利の女神が微笑むのは赤組です。女神？いないと思ったらそんなところにいたのか。爆裂魔法が打ちやすい場所を探していたのですよ。リアたちの特訓のおかげで体の状態は良好も良好。今日は最高の爆裂魔法を披露できそうです。それでは、我が名はメグミン、コウマ族随一の魔法の使い手にして。待ってください。魔法は大丈夫ですが、さすがに爆裂魔法は。万が一闘技場を破壊した場合は多額の賠償金を支払っていただくことになりますよ。おい、今物騒なアナウンスが聞こえたんだが、めぐみ、お願いだからやめて。ふっは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 。英語の鉄槌は我が元に下れ。うがてエクスプローション。想像以上です。
メグミンの爆裂魔法によってモンスターの大量討伐に成功した赤組が優勝し、アクセル歌合戦は幕を閉じた。しかし闘技場の一部を爆裂魔法で壊したことで、俺たちは多額の賠償金を払うことに。コツコツ貯めてた貯金も全部パーに。またクエストで生活費を稼ぐ生活に逆戻りだ。これも全部メグミンのせいだからな。あそこで爆裂魔法を打つのを我慢するというのは無理な話ですよ。そのためにきつい修行にも耐えたのですからね。お前全く反省してないな。まあまあカズマ、私はみんなでクエストに行くのも好きだぞ。そうですよ、さすがダクネスは分かってますね。私は行きたくないんですけど。うちでお留守番してたいんですけど。お前のシュワシュワ買う金もないんだぞ。さあ楽に稼げるクエストを探しましょう。ダクネス、早速掲示板を見に行こうよ。はあ、歌合戦に参加したばかりにこんな目に。でもいいんだ、俺にはメグミンのご褒美が待っている。な、メグミン。さあ何のことでしょう。あ、この子に及んでしらばくれるのはなしだぞ。頑張ったらご褒美の続きをしましょうって約束したじゃないか。ああ、確かに約束したような気もしますね。だろう、思い出してくれたなら今夜にでも。でも私は頑張ったらもっとすごいご褒美をあげると約束しました。俺頑張ったよな。アクセル歌合戦は頑張っていましたよ。でもアクセル対抗戦の方はどうでしたか。カズマはモンスターを一匹も倒せなかったと聞いています。それに比べてこの私は赤組を勝利に導いた英雄です。どちらが頑張ったと言えるでしょうか。それはそうだが、俺だって頑張ったのに。ああ、言ってしまいましたか。カズマが悪いのですよ。こんなところで大声で話されたら恥ずかしいじゃないですか。でも歌の練習に付き合ってくれたのは感謝していますし、カズマが帰ってきたらちゃんと謝りましょう。ご褒美はカズマの好きなシュワシュワがいいでしょうか。